わお。ちょっと見てみようか、一緒に入れるもんね。こんな感じで緑のマークがついてるとトルちゃんも一緒に入れます。はい、じゃあトルちゃん行ってみましょう。イエーイ、こんな感じです。なんかいいのあるかな。はい、こんな感じでペットパラダイスのアウトレット店舗限定でパワーアップセールやってました。3300円以上で 5% オフとかね、金額に合わせてパーセンテージが変わる、お安くなるセールになってます。トルちゃんよかったね、いろいろ見てきました。それからそれからトルテチャンネル。トルちゃん楽しそうです。トルちゃんも一緒にお買い物ができて楽しいね。はい、今日はねお正月4日目ということで、結構なねお客さんがたくさん来られてます。めっちゃにぎわってるね。トルもウキウキしております。トルちゃんも一緒にこちらアダムエロペさん入れます。こんな感じで緑のマークが入ってます。入ってみようか。ジジとかパパになるかな。入ってみよう。はい、トルちゃんやった。パパアダムエロペさんでいいパンツ買いました。じゃん、楽しいね。いろいろね試着をしてね見てみようかなと思ってます。なんか通売店舗オフとかも多いので、なんかバーバーと合わせて可愛いの買えたらいいなと思ってます。履いてきました。さっき買ったパンツを早速パパは履いてきましたよ。いい感じじゃないでしょうか。トルちゃんパパだよ。お洋服着替えてきたパパ。似合ってるじゃん、いい感じ。見てください、愛犬フォトスポットっていうのがあるみたいです。これ見て、モカちゃん乗ってる。すごっ。わーい、これ撮りに行こうね。トルちゃん見て、こんな可愛いフォトスポットありました。4コマ漫画風かな。まだ買い物終わらんのってトルちゃんに言われてます。はーい、こっちもめっちゃ可愛いフォトスポットがありました。それからそれからトルテチャンネル。はい、トルちゃん続きまして、ママとパパが大好きなお店 BC ストックベイクルーズさんのお店に行ってみたいと思います。ここもね多分確か緑だったと思う。トルちゃん OK だったと思うんだけどな。行ってみたいと思います。はい、トルちゃん OK でした。行ってみます。ロゴスさんありました。ロゴスさんはワンちゃん OK でした。ワンちゃんのそこお洋服があるみたいだからちょっと見てみようか。ねえ、行こう行こう。すごい、え、福袋とかもあるよ、すごいね。こちら靴のオリエンタルトラフィックさんです。ワンちゃん入れます。それでも2足で7000円、すごい。このスニーカー可愛いかもね。じゃあお買い物楽しいね。ママたちは楽しいよ。トルは見てるだけやな。こちらフリックスストア、ワンちゃん入れます。行ってみたいと思います。はい、
こちらローズマットにやってきました。こちらワンちゃん NG なのでママとパパ交代交代に入ろうと思います。はい、ローズマットさんで2個で10パンオフ買ってきました。トルちゃん、はい、トルちゃん、ジアン、ビームスさん来ました。残念ながらワンちゃん NG です。マットコッカママとマックス70パンオフ。チャンネル登録。じゃあ見て、美味しそうな唐揚げポテト屋さんがあったので来てみました。美味しそう、セットにしようかな。はい、バーバがバーバとジジオにビームスさん買ってきました。イエーイ、何買ったの、めっちゃでっかいね、すごい。こんな感じで3つアウトレットパークシガリューはこんな感じでドッグランもあります。ちょっと時間が遅くなっちゃったのでドッグランは行かないんですけど、なんとね、こんな感じでね、一緒に入れるお店が85店舗もあるんですって。すごいですよね。わーい。でね、ワンちゃん用メニューもこんな感じであります。はい、トルちゃん、こちらじゃん、ユナイテッドアローズさん、なんとワンちゃん OK でした。入ってみたいと思います。行こう行こう、セールだよ。はい、トルちゃん、ローズさんでたくさんお買い物しました。イエーイ。じゃあスタバに寄って帰ろうか今日は。はい、トルちゃん、見てみて、エレベーターね、こんな感じでペット同伴化のやつもあるんですよ。ここに乗りたいと思います。トルちゃん、エレベーター乗ったね。わー、ワクワク。それからそれからトルテチャンネル。はーい、見て、帰ってきました。めっちゃ買ってきたよ。はーい、ユナイテッドアローズさんとかアダムエロペさんとかローズバットさん、そしてこちらベイクルドビーシストックさんでも買ってきました。ババーチにビームスさんの商品は行ってます。はい、じゃあそしたら買ってきたものを紹介したいと思います。はい、ローズバットさんではスカートを2着購入してきました。ローズバットさんは2着で 10% オフっていうのをやってたのでスカートを2つ見つけました。こちら、じゃーん、はい、黒いチュールのスカートなんですけど、こんな感じで、はい、中の裏地がブルーになっててちょっとおしゃれじゃないですか。こちらが、税込み8800円になります。こちらもね、めっちゃ変わってて可愛いの。ここのね、なんかプリーツともう段が段々になってるんですけど、結構珍しくて可愛いなと思って買ってみました。こちらのお洋服は税込みで9790円になります。わー、こちらが2点で 10% オフになりました。はい、続きましてユナイテッドアローズさんでは3着トップススウェットを購入してきました。こちら1着目、じゃーん、見て、可愛くない、すごい。これね、ベージュのスウェットなんですけど、首周りが結構ダメージが入ってたりと、結構薄いんだけどダボっとしてるものが好きそうなスウェットになってます。こちらがなんとお安くなっていて 30% オフ、5940円の 30% オフで購入してきました。続きまして、じゃーん、こちら、こちらね、ハイネックのスウェットになってます。これぶっちゃけね、可愛すぎてね、黒と2色買いしております。めっちゃ可愛いのこれ。はい、2個買っております。黒はね、綺麗めに着れて、白はね、ちょっとね、白もかっこよく着れるのでいいかなと思います。で、こちらのお値段がなんと 40% オフになってました。はい、7920円の 40% オフで購入してきました。続きまして、じゃーん、大物購入してきました。 BC ストックさん、ベイクルードさんでは、はい、こちらね、アウターを購入してきました。リバーシブルでなんと着れるんですよ。こんな感じでキルティングになってる方と、なんとこちらの
キルティングじゃないフォートですね、着ることができるんですよ。すごくないですか。レンズが黒になってるんであれなんですけど、でもやっぱりちょっとね見え方が違うんですよ。こんな感じで可愛いでしょ。ポケットもついてて、スピック&スパンさんの商品で 50% オフで購入できました。26,400円の 50% オフです。やったー。これね、長い系のねキルティングは持ってたんですけど、ちょっと中途半端な短めの丈がなかったので、これを着てイベントに行きたいと思います。それからそれからトルテチャンネル。はい、最後に恒例のコーディネート紹介をしていきたいと思います。ということで、はい、今日履いていたスカートにアローズさんで買ったきれいめのこちらのハイネックのスウェットを合わせてみました。いかがでしょうか。いい感じじゃないですか。わお、すごく合わせやすい丈感でできてました。トルちゃんはサーカスさんの白いきれいめのスウェットにこちらクオリーさんのキャロペットパンツを合わせております。こんな感じでちょっときれいめな感じでお出かけするのもいいかと思います。トルちゃんはねこちらのスティックアンドスパンさんで買ったこれね、さっき紹介したこちらを合わせるのもいいかと思います。続きまして、じゃーん、続きましてこちら、かわいくないですか。なんかねちょっとねカジュアルな感じで、切れ目カジュアルで合わせてみました。こちらローズマットさんで買ってきた、ちょっとかわいいね、やっぱこれかわいいね、プリーズの入ったスカートに先ほどの白のねアローズさんのやつの黒バージョン、ハートルネックのスウェットを合わせて、これね前から持ってるザラのハイボアを合わせてみました。ボアベストで可愛くないですか、このコーディネート。はい、トルちゃんも見て、似た感じにできましたよ。この間ねマルちゃんにいただいたこのボアのねベスト、お揃いみたい。わー、はい、でこのね長袖の黒のはい、ロンティーを着て、そしてこちらペットパラダイスさんの白いねコージュロイのあのサロペットを着ております。いかがでしょうか。こんな感じでちょっとねイベントに行ったら可愛いって言ってもらえるかな。はい、ということで続きまして、はい、3着目です。いかがでしょうか。こんな感じ、ちょっとねな感じなんですけど、ちょっとカジュアルめにやってみました。可愛いね、カジュアルでございます。はい、今度はこちらのローズマットさんのこの黒のね裏地がブルーのチュールスカートに、こんな感じでアローズさんで買ったダメージスウェットを着ております。でちょっとシンプルなのでこんな感じでシーンで買ったキルティングバッグを斜め掛けしております。はい、トルちゃんもチュールスカート、シーンで買ったチュールスカートに、はい、こちらペットパラダイスさんの福袋で当たったこちらのなんかねバンダナ柄のスウェットですね、かわいいね。はい、それを合わせて、はい、トルちゃんニット帽、ママがこの間作りに行ったニット帽を着用してくれてます。かわいいでしょ。こんな感じでカジュアルに出かけてもいいかなと思います。チャンネル登録。はい、ということで三井アウトレットスーパーセール、はい、元旦から8までやってるみたいなので、皆さんよかったら行ってみてください。ジジのもの、バーバのもの、パパのもの、ママのもの購入できました。イエーイ。はい、いろんなものがねお安くなったりと、ちょっとプロパーも2点で 10% オフだったりとね買うことができるので、行ってよかったです。トルちゃんも行けたしね、よかったね。一緒に入れるお店が意外と多くあったので
すごい良かったと思います。ドッグランも今回は行けなかったんですけど あるので、皆さんワンちゃんと一緒にお出かけしてみてください。ということで、今日の動画が参考になったよ、楽しかったよという方はコメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。